県内は大気の状態が非常に不安定になっていて、下越を中心に大雨となっています。1時間あたりの降水量は村上市三面で70ミリを超えたほか、村上市高根などでも非常に激しい雨を観測し、9月の観測史上最大の雨量となっています。気象台は新発田市や村上市、胎内市関川村に土砂災害警戒情報を発表しました。関川村は一部の地域に避難指示を出しました。 JR 東日本は大雨の影響で午前中、白新線、羽越本線などの在来線で計画運休を実施しています。気象台は土砂災害や低い土地の浸水などに注意警戒を呼びかけています。